所にまた一歩、誰かに押されてまた一歩、自分の力でまた一歩、誰かの力でまた一歩、振り向いたら足跡二つ、いつの間にか空は晴れている、涙がこぼれる時も、叫び届かない時も、相手にされない時も、うつむいて歩く時も、誰かと一緒にまた一歩、おはようございます。関根弘樹です。今日も朝のひととき、あなたの心に安らぎと希望をお届けするライフラインでお楽しみください。さて、12月に入り、イエス・キリストの誕生をお祝いするクリスマスが近づいてきました。今週からの3週間、ライフラインでは贈り物というテーマでクリスマス番組をお届けしていきたいと思います。1週目の今日は、羊毛フェルト作家伊豆谷千佳子さんをご紹介いたします。伊豆谷さんは羊毛でとても可愛らしい動物や小物を作る羊毛フェルト作家ですが、昨年こちらの絵本贈り物を出版しました。この絵本は、自分は役立たずだと感じて家を飛び出してしまう子羊の冒険物語です。伊豆谷さんにこの絵本についてお話を伺うとともに、羊毛で作るクリスマスの飾り、オーナメントの作り方を教えていただきます。それでは今日もライフライン、最後までお楽しみください。この番組は PBA の提供でお送りいたします。今年の初め、東京銀座にある共文館で、羊毛フェルト作家伊豆谷千佳子さんの個展とワークショップが行われました。伊豆谷さんは、羊の毛をニードルという針で刺し固めていくという手法で動物や小物を制作している羊毛フェルト作家です。この日行われたワークショップでは、それぞれが思い思いの作品を作っていました。こういう平べったい作品が5ミリぐらいだったら、84円の封筒に入るので、あのお見舞いの手紙とかに、その時にポロンと1個入れてあげると、あの開けた人はきっと喜ぶと思います。あ、いいですね、うん。これが羊毛フェルトです。刈り取った羊の毛を洗ってほぐしたものです。ふわふわしています。これを細く寄ったものが毛糸で、機械でプレスしたものがこのようなアプリケに使うシート状のものです。作っていくとき必要な道具は、この専用のニードルです。
先がギザギザしているものでチクチクと刺してこう絡め取って固めていく感じになります。これが専用のマットなんですが、なければ台所のスポンジでも大丈夫です。こうしてチク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 刺し固めて好きな形にしていきます。私はこう芸術作品とは程遠いですけども、身近に身につけるものだったり、お部屋の空間に置く小物だったり、大好きな動物を作っています。できればその中にこう神様の愛を伝えられたらいいなという思いでチクチクと作り続けています。この個展には昨年出版した絵本贈り物のパネルと絵本に登場する動物たちが展示されていました。贈り物。僕は小さな子羊、大好きな父さんと母さんとたくさんの羊たちと暮らしているよ。冬が来て風が冷たくなってきた頃、父さんたち大人はおしゃべりをしていた。今年も私の毛でたくさんのマフラーを編んでもらったよ。わしはセーターじゃ、毎年変わらんな。僕は会話を聞きながら、素敵だなぁと、羨ましいなという気持ちが入り混じっていた。そんな時、一つ年上の羊が言った。毛刈りを知らないベイビーちゃん、怖いよママってね。胸がズキンとした。そうさ、僕はまだ毛を刈ってもらったことがない。怖いんだ。毛刈りができない羊なんて役立たずだ。だんだん悲しい気持ちが膨らんできて、僕はたまらず小屋を飛び出していた。走り疲れて立ち止まった時、涙があふれてきた。外はすっかり薄暗くなっていた。ここはどこ？知らない森の中に迷い込んでしまった。贈り物は小さな子羊の短い冒険の物語です。父さんたちが去年セーターを作ったよ、マフラーを作ったよっていうお話を聞いているうちに、羨ましいな、いいなって思う気持ちが湧いてくるんですが、年上の羊が毛刈りを知らないベイビーちゃんってからかうことによって、なんか胸がズキーンとして寂しくなって、子羊は家を飛び出してしまいます。暗い森に迷い込んでしまった子羊は空を見上げて、父さんって叫びます。それはもう本当の究極の祈りのように思います。その中でダンゴムシ君には小さな勇気をいただいて、モモンガ君には何回失敗しても僕は諦めないんだ、この森を飛ぶのが夢なんだっていうことを教えられ、迷子になったあのウサギは羊の毛の中であったかく一晩過ごすことができます。
そして出会った動物たちに勇気をいただいて、子羊は森の出口までたどり着くことができます。さあお家へ帰ろう。僕は一生懸命に走った。夏に木陰を作ってくれた大きな木が見えた。父さんがいる。父さん。僕は力いっぱい叫んだ。僕は父さんの胸に飛び込んだ。ああ、父さんの匂いだ。ジョリジョリとした父さんの毛だ。父さんは体中が泥だらけだった。父さん、勝手に飛び出してしまってごめんなさい。坊や、夜もずっと探し続けていたんだよ。いつもの柔らかい声だ。この贈り物の絵本を作る力を与えてくれたのは、二人の小さな孫娘でした。812g と502g の小さな体で生まれてきたんですけども、本当に可愛くて、なんだろう、もう本当に出会えたことが嬉しいよ、生まれてきてくれてありがとうと思う二つの命でした。他人様と比べるとか、何かができるとかではなくて、存在そのものがすごく尊いことで、そして無垢の力、周りの人間さえ変えてしまうほどの大きな力があることを教えてもらいました。命は本当に贈り物なんだなと思います。父さんは体中が泥だらけだった。父さん、勝手に飛び出してしまってごめんなさい。坊や、夜もずっと探し続けていたんだよ。僕ね、僕の毛で。そう言いかけたら父さんが言った。何かができるから大切なわけじゃないんだ。一番大事な贈り物は何だと思う？命だよ、坊や。生まれてきてくれてありがとう。坊やは最高の贈り物だよ。朝日の中、父さんの目にはきらりと光るものがあった。この絵本で伝えたかったことは、命は本当に尊いものなんだよ。かけがえがないものなんだよ。たった一つの贈り物なんだよ、ということを伝えたかったです。ルカの3章22節、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。この聖句を一番最後に載せさせていただきました。どんなに辛いことがあっても、真っ暗い夜でも、ずっとあなたのことを見ている方がおられます。一人じゃないんだよ。共にいるんだよ。そのことを伝えられたらいいなと思って、この聖句を選びました。命は尊いもの、たった一つのもので、神様からの贈り物だということを、この絵本を通して伝えたいという伊豆谷さん。そんな伊豆谷さんに、クリスマスの贈り物にぴったりなオーナメントの作り方を教えていただきました。では今日は、クッキーの抜き型を使って、自分らしいオーナメントを作っていきたいと思います。用意するものは、羊毛と抜き型と専用のニードルです。この特別の台は、もしなければ台所用のスポンジでも大丈夫です。ではお好きな型に羊毛をつけ詰めていきます。これをハサミで切ってしまわないで、優しい気持ちでちぎっていきます。ちょうど綿菓子をさあ食べましょうという気持ちで始めていきましょう。これを隅々まで詰めて、チク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 刺していきます。優しい気持ちで
作っていきたいと思います。お好みの厚さになるように何回か足しながら作っていきます。私は薄めのものを作ってクリスマスカードと一緒に封筒に入れて送るのが大好きです。でお好みの厚さになったらばそーっと抜きます。周辺がもさもさしているのできれいにツリーの形に固めていきます。この時に手を刺さないように気をつけて刺していきましょう。で、自分らしいツリーが出来上がったら手持ちのビーズやレースやいろいろなものをつけて、そして仕上げに吊り下げる糸や毛糸をつければ完成です。この時期になると街の中にはピカピカとイルミネーションが輝いて、大きなリボンのついたプレゼントを脇に抱えて歩く人が増えますけども、本当のクリスマスは何なんだろう、そういうことをゆっくり考える時間が欲しいなと思います。昔ですけど、私が子供の頃、母は毛糸でセーターを編んでくれたり手作りの洋服を作ってくれたけども、その時の母の顔はとても穏やかで、そして口元は笑っていました。今想像するときっとこの冬も風邪をひかないでいてほしい、一年でこんなに大きくなったんだね、いろいろな思いを込めてその手作業に祈りを込めてくれたんだと思います。私も誰かのためにたくさんの祈りを込めて小さなものを作り続けていきたいと思います。私は毎年クリスマスカードを送るときに小さな小さなオーナメントを中に添えるようにしています。封筒を開けたときにポロッと小さなものが落ちてきたらどんなに嬉しいだろうと思います。今病院のベッドの上にいる人も、仮設の住宅にまだ住み続けている人も、一人ぼっちの部屋で膝を抱えている人も、みんなに一人じゃないんだよ、愛しているよ、そういうことを伝えられる贈り物をしていきたいなと思います。さあお家へ帰ろう。僕は一生懸命に走った。父さんがいる。父さん、僕は力いっぱい叫んだ。僕は父さんの胸に飛び込んだ。ああ父さんの匂いだ。ジョリジョリとした父さんの毛だ。僕ね、僕の毛で。そう言いかけたら父さんが言った。何かができるから大切なわけじゃないんだ。一番大事な贈り物は何だと思う？命だよ、坊や。生まれてきてくれてありがとう。坊やは最高の贈り物だよ。
今日は羊毛フェルト作家の伊豆谷千佳子さんをご紹介いたしました。なんとも可愛らしい作品を見ていると心がとてもほんわかしてきますね。そしてインタビューの中でお話をしてくださいましたが、最も大切なのはあなたの命ですと語っていた伊豆谷さんの思いが作品にとても表されていると思いました。私たちはついつい自分の命の価値をどれだけ役に立っているかとか、どれだけ何ができるかというような行動に価値を置いてしまいがちです。ですから何もできない状態に置かれたり、人生につまずいた時、もう落ち込んでしまう時、ああもう自分には価値がないと考えてしまうこともありますね。でも本当にそうでしょうか。一人の有能な看護師さんが病気になり働けなくなってしまいました。そして自分に絶望してしまったんです。その彼女を見て本当に大切なことを分かってほしいと思った一人のお医者さんがこう言ったというのですね。あなたが今絶望している状態は看護師としてこれまでに看取った人たちに対して不誠実と言えませんか。もしあなたが病気で働けない、人生は無意味でもう絶望しかないという態度を取るならば、病気の人たちはどんな思いがしますか。もしあなたが自分の状況に絶望するなら、あなたは自分の人生の価値をどれだけ働けるか、何ができるかということにのみ見出してきたことになりますね。しかしそのように振る舞うことによって、あなたはすべての病気の人から生きる権利と存在することの深い意味を奪い去ることになりはしないでしょうか。こう言ったというのです。とても考えさせられる言葉ですね。あなたは大切なかけがえのない存在です。それは何かができるできないにかかわらずです。なぜなら聖書にはこう記されているからです。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様があなたを愛し尊いと言われることは、あなたが存在していること自体、生きていること自体尊いのだということなんです。あなたの存在は、そしてあなたの命は神様からの贈り物です。そしてあなたは神様に愛されている大切な一人なんですね。そしてこの神様の愛はクリスマスの出来事の中に輝いています。なぜならクリスマスは救い主イエス・キリストが私たちの永遠の救いのために来てくださったことをお祝いする時だからです。あなたの命が大切だからこそイエス・キリストは来てくださったのです。今日の番組いかがでしたか。番組ではあなたからのご感想のお便りをお待ちしています。またぜひ教会に行ってみたい、聖書を読んでみたいという方は番組までご連絡ください。係ではあなたのお近くのキリスト教会や聖書通信講座のご案内をさせていただいています。それでは視聴者プレゼントのお知らせです。今週はこちらの伊豆谷千佳子さんの絵本贈り物を抽選で12名の方にプレゼントいたします。この絵本は今日の番組の中でも紹介しましたが、家を飛び出してしまった子羊の冒険物語で、クリスマスプレゼントにぴったりのものです。番組への感想を添えてお申し込みください。係への宛先はご覧のところです。さて来週はゴスペルシンガーソングライター横山大輔さんをご紹介いたします。どうぞお楽しみに。それではまた来週お目にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。